息子さん、調子はどうですか？は？見てりゃわかんだろうがや。わかりません。調子いいわ。休んでたじゃないですか。休んでねえし、錯覚だわ。錯覚ですか？錯覚。はい、どうですか？何が？次、またタックの防衛戦やるみたいです。やりますけど。なぜ相手はアビッツリバル、まあ2回負けてるっていうのもあるし、うん、もう自分が久々に自分、まあ山下もだと思うけど、久々にもうこいつらに勝ちてみたいなやつらに出会ったので、もう下手に出て再生を申し込みました。じゃあ、土下座とか嘘だったんですか？全然嘘じゃないんだ、自分の熱い気持ちですね、あれは。試合が近づいてきて、今、何を思います？今、もうね、これがもしかしたら最後の戦いになるかもしれない、アビッツリバルとは。で、大畑にだけなんか、もう上がれないかもしれない。もうそういう気持ちも全部ひっくるめて、このタイトルマッチで自分たちがベルトを防衛して、アビッツリバルの上に立つ。それを自分の追加戦にお見せしたいです。